おはようございます。日頃私の本音を聞いたことをある人がほとんどいないと思うんで、今日だけはたくさんの方々が集まってくれたということではありませんけれども、本音で喋りたいと思います。今年シーズン始まる前に、キャンプ始まる前に、選手にはたった一言だけ、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、これに関して頭から外せと。今年はセントラルリーグの優勝、これ一本に絞って戦ってくれというのは、2007年にクライマックスシリーズで勝ち上がって、日本シリーズで、優勝しました。うちの選手の中にはペナントレースよりもクライマックスシリーズ勝ち上がって、それで日本一になればそれでいいではないかというのがこの何年間見受けられます。で、そういう勝ち方っていうのは私らの本意じゃありません。あくまでもペナントレースで勝って、クライマックスシリーズで勝って、それで日本シリーズに進んでいく。そこでセントラルリーグ、パシフィックリーグの雌雄を決しようということが今年の大前提でした。今年のシーズン中、おそらく巨人阪神に8ゲーム差開いた時には、ほとんどの方が今年のドラゴンズはダメか、今年もやっぱり優勝できないのか、巨人に4連覇されるのか、阪神に優勝を持っていかれるのか、皆さんそう思われたと思います。ただ一人だけ何が何でも勝たなきゃいけないと思って野球やってたのは私一人かも分かりません。どうやって選手の意識を変えていかなきゃいけないか、今年の戦い方はそれ一点のみでした。おそらく終盤繰り広げたような一輪差、一毛差、そういうペナントレースになるんじゃないかと、私が予想立てた予想通りの展開に持ち込めて、最終的にはセントラルリーグの優勝というものを4年ぶりにこの名古屋の地に持って帰ることができました。これは毎日選手が私に怒られ、どやされ、パンチ来ちゃう、パンチ来ちゃうと思って試合に臨んでくれた選手のおかげだと思ってます。私がグラウンドに出て何をできるか、何もできません。優勝を勝ち得たのは選手の力で優勝を勝ち得たんです。日本一になるためには3つの大きな山があります。その大きな山の中でもセントラルリーグの覇者になる、これが一番高い山です。これをなんとか登り切ることができました。で、次の山というのは短期決戦ですから、うまく調整できればペナントレースよりも低い山は登り切ることができるだろうと、その山も登り切ることができました。残念ながら一番低い山でけつまずきました。でもシーズン始めに選手に言った通り、今年は何が何でもセントラルリーグを立てて、立ったらもう何も言わないと、その先は考えるな、そういう意味ではこの7年間で今年ほど選手を褒めてやりたいと思った年はありません。それだけ大変なシーズンを乗り切れた、かつ喜びも選手は味わいました。それと同時に負ける喜び、悔しさっていうのも選手は味わったと思います。この両方を味わわないことには日本一っていうとてつもない山を登りきるってことはできないと思います。
そういう意味でこの7年間日本シリーズには4度出ましたけども、残念ながら1勝3敗セントラルリーグを勝ち上がって日本シリーズに出たその成績っていうのは0勝3敗なんです。唯一日本シリーズに勝った、それは2位からの勝ち上がりです。これを来年大きな目標としてもう一回チームを作り直し、おそらく監督もう一回頭で汗をかけよう、体で汗をかけようということだと私は思っております。今年よりももっと来年は大変な戦いになると思います。巨大な戦力セントラルリーグ5球団それなりに補強しながら力をつけてくると思います。それに立ち向かって我々はまだ中日ドラゴンズが成し得ない連覇っていうものをクリアして、来年は自分らの手で本当の意味での日本シリーズを勝って日本一を味わいたいと思います。来年今年以上に選手は頑張ってくれると思います。私も頑張ります。どうか皆さん温かいご声援を来年以降よろしくお願いいたします。簡単ではありますが挨拶に変えたいと思います。ありがとうございました。落合監督ありがとうございました。